どうも、こんにちは。MC ランスピリッツです。今日はちょっとゆっくりなペースな動画をしていきたいと思いますけど、見ての通り、ライダーマスクコレクションの紹介動画とやります。多分トレードはちょっと無理なんですけど、現在日本では進んでいませんから、一応紹介していきたいと思います。この最初のは、一番左のクーガグローイングフォームですね。かぶりましたけど、2つあります。この次は、仮面ライダーアビス、ディケイドンで、ね、これは宇宙船の雑誌の、古いけど、仮面ライダーダブルのサイクロントリガーですね。スタンドはありません。そして本体に行くと、カブキ、ワイルドカリス、バース、アクセル、すごい嬉しかったですね、当てた時。そしてこのアポロガイスト、これは8段のシークレットですね。サバキ、ダークキバ、かっこいいですね、ダークキバは。これはヒートメタルで、ファングジョーカーはものすごく当てた時は喜びました。ファングジョーカー発光台ですね。こういう感じで。そして次のギャレン、これも発光台ですよ。緑、すごいでしょう。ちょっと光には見えませんけど、こういう感じで、緑のバイザーを持ってるマスクは少ないんですよね。ですからこのギャレンしかつけませんね。次はブレード、ジャックフォーム。これはほとんどのこのやつらは、マスクらは8段から来ましたよね。ちょっとぐらいの前から箱2つ買ったんですよ。そしてアポロガイスも当たりました。ヒートメタル、またもう1つあります。次はこの、ちょっとレアリティが低い方ですね。ライオトルーパー、ちょっと折れてますね、ここの上。これは2つ持ってます。あそこで。イクサはちょっとかっこいいんですよね。これも2つ持っています。こういう感じ。次は、なん、え、これなんだっけ。これラークでしょ。ラークで、これはグラー、忘れてました。ブレードの映画の劇場のライダーですね。グレイブですね。はい。すっかり忘れてました。これは最近当たったガオーですね。そしてゼロノス、ゼロフォーム。そして古い方のギウスですね。最後は、スカイライダー、発光台ですね。そして、サバキまたかぶって、ドレイクのマスクドフォームですね。ちょっと、すごい、懐かしい感じですね。最後の、最近買ったものですけど、ライダーマスコレのベストセレクション1を1回試しで買いました。ちょっと安めの方ですから、あれ取れないんですね。でもないと。そしてこの2つの、ドレイクとザビーのマスクドフォームですね。この2つはかっこいいんですよね。これも一気に当たりました。とても嬉しいです。というわけで、それが僕の全てのライダーマスクコレクションです。
まあ多分次でも来週でも、まあ、もっと買いたいと思います。まあ、次第ボリューム12が出ましたら多分箱買いますね。フォーゼが出ましたらな。はい、じゃあこう、そういうというわけで動画を終わりたいんですけど、まあアクセルは最後に見よう。アクセル中身はこういう感じですね。アクセルは多分僕の一番好み、一番気に入ったマスクですね。まあそういうわけで、じゃあまた会おうぜ。バイバイ。